はいどうもモンゲライダーです。今回はですね、岡山県全駅グルメラリー第2弾ということでね、今回訪れる駅は山陽本線上等駅です。ということでね、上等駅周辺までやってきました。はい、ということでね、山陽本線上等駅までやってきました。この上等駅、立地としてはですね、旧2号沿いにありましてですね、なのでなかなか便利な場所にあるんですね。なのでね、旧2号側の出口には大きなロータリーも完備しております。で、上等駅の南口をね、少し歩くとですね、早速出てくるのが何やらいろんな、まあ商業施設というかね、そういったものが入った、まあ、テナントの集まりですよね。まあ結構便利そうな駅ですね。で、駅前には上等、史跡とフルーツの街というですね、案内板があります。あまりそんなイメージはなかったですけどもね。まあ史跡はね、後ほどちょっと巡るとして、まずね、ちょっと上等駅を少しね、散策してみようかなと思います。で、上がっていくとコンコースはですね、まあ、窓から光が差し込んで結構明るい雰囲気ですね。で、上等駅は2019年から無人駅になったそうですね。この上等駅というのは山陽本線上り岡山駅から4つ目ですね。なんでね、まあ大体電車で岡山駅から15分ぐらいで着く、それが上等駅ですね。今山陽本線がね、ホームに入ってきてますけどもね、まあ、1日の平均乗降客数も大体1,200〜1,300人ぐらいで推移しているということでね、まあ、車社会の岡山県の駅の中では多い部類の駅だと思いますね。では上等駅のね、北側にちょっと降りてみましょうかね。上等駅北口はですね、南口に比べるとだいぶのどかな景色になりますね。田園と、そして駅前のパーキングぐらいしか見当たりません。この上等駅はですね、岡山県の山陽本線の駅では比較的新しい駅でして、開業がですね、国鉄末期にあたる1986年の開業なんですね。なぜここに駅を新設したのかというと、駅南側にですね、上等台というニュータウンが開発されたからなんですね。上等駅からですね、南側まっすぐ走っていくと上等台の入り口になっていくんですけどもね、まあ、この辺りね、僕がね、まず1個ね、上等台の辺りで思い出すものがあるんですよ。それがですね、テルマスプラザというものですね。このテルマスプラザ、皆さんおそらく今の20代後半から30代ぐらいの人はですね、子どもの頃に一度は行ったことあるんじゃないですかね。このテルマスプラザっていう、まあ、大型のプール温泉施設ですね。僕もね、子どもの頃夏に1回は行ってましたね。僕の中ではまず上等台といえばね、このテルマスプラザが思い浮かぶんですが、今ね、これがテルマスプラザがあったあたりなんですがね、今はもう完全に宅地化されてましてね、もう当時のテルマスプラザの名残は一切ないというような感じですね。まあ、この上等台というのはですね、もともと上等駅の南側にあった丘の上にですね、まあ、東岡山レイクタウンというですね、ニュータウンを開発するためにですね、作られた、まあ、町ですね。で、このレイクタウンを開発した不動産業者の出資もありまして、先ほどの上等駅が1986年に開業したということでね、まあ、この辺り国道250号、まあ、旧2号と、まあ、山陽本線がね、並走するという交通的にもですね、かなり便利な地なのでね、だいぶこの辺りは宅地化に拍車がかかりましてですね、まあ、岡山市のベッドタウンとしての機能が高まってですね、今もこういった風に多くの住宅が立ち並んでおります。
まあ、先ほどね、城東駅の駅前の看板にですね、史跡とフルーツの街というねキャッチコピーがついてたんですが、まあ、その名の通り史跡がねこの辺りは結構多いみたいなんですよ。でその中でもね、僕個人的にちょっと気になった史跡が一つあったのでね、これからそれを見に行ってみたいと思います。ここにありますね、看板が出てます。はい、ということでここがですね、東区の沼という地区ですね。なんか水車の里らしいですね。でこの沼にですね、亀山城跡という城跡がありますんで、ちょっとそれを見に行ってみたいと思います。浮田小学校から数百メートル歩いていくとですね、亀山城跡と書かれた案内板がね出てきますね。どうやらここっぽいんですが、城跡かなと思いきや、なんか鳥居みたいなのがありますね。神社みたいな感じなんですかね、ここは。まあ、とりあえず行ってみますかね。なかなか立派な石段。ちょっと一瞬ね、やめようかなと思うんですが、まあ、せっかくここまで来たんで登りますか。はい、ということで石段を登ってきたらですね、こういった風に開けた場所が出ますね。ここが亀山城跡という場所ですね。まあ、この亀山城、別名を沼城とも言いましてですね、この亀山というのはこの城があるこの山がですね、亀の形に似ているということから亀山城と名付いたそうですね。でこの亀山城跡ね、なかなか立派な東屋とかですね、ベンチがありましてですね、まあ、ちょっと観光地化しようとしてたのかなっていう感じでね、この顔出しパネルがね、完全にもう倒れてるんですけどもね、一応顔出しパネルもなんか設置されてるようなんですね。まあね、この顔出しパネル完全に倒れてしまってますんでね、何が映されていたのかよくわからないんですけどもね、おそらくなんですが、浮田直家が描かれていたんじゃないかなと思うんですね。そう、この亀山城というのはですね、浮田直家がですね、岡山に城を建てる前、まあ、岡山に入る前に居城としていた場所なんですね。なのでこう浮田家がですね、こう飛躍する場所となった、それが亀山城なんですよね。なのでですね、浮田秀家がですね、島流しにあった際に植えた蘇鉄がここに植えられているということなんですよね。この辺りはですね、もともと城東郡浮田村という自治体でしてね、この浮田というのはですね、もちろんこの浮田市の浮田から取った、それは亀山城があるから浮田村となったわけですね。まあ、ここ浮田村というのはですね、後に合併して城東郡城東町という町になるんですが、その城東という町がですね、この城東駅の名前の由来となっていまして、旧城東町の中心平島地区はですね、大型店やロードサイド店舗もね結構立ち並んでましてね。で岡山県道37号と92号もねここで交差しますんでね、交通の要衝でもあります。なのでね、交通量も多いというのが旧城東町ですね。まあ、この上に道と書いてですね、城道ではなく城東と読むんですね。でこの城東はですね、古代には過密道と呼ばれておりまして、過密道というのが京へ上がる時の重要な道という意味、その地名の通りですね、ここにはかつて旧山陽道が通り、そしてそのすぐ近くにはですね、備前福岡もありました。でその浮田市の頃ですね、備前福岡は備前で一番の商業都市であったためにですね、まあ、その亀山城に居城していた時にそのにぎわいを見て、後の岡山の城下町のイメージを沸かせていたのかもしれません。はい、ということで今回城東駅編でね行くお店なんですが、つもろというお店に行きたいと思います。ここはですね、この92号沿いにあるですね、何やらこう謎の
洋食屋というかレストランというかね、一度は皆さんこの道を通るときはね、目にしたことがあるお店だと思うんでね、ちょっとね行ってみたいと思います。お、見えてきましたね、レストランツモロ、看板が立ってます。では行ってみましょう。
いということでね、つもらさんでハンバーグステーキ食べてきましたけどもね、いや美味しかったっすね。まああのね、映像で見ても分かる通り、あの大きさですよ。あの大きさのハンバーグステーキ、そしてライスサラダついて1000円、めちゃくちゃ安いっすよね。でね、もちろん味がめちゃくちゃ美味しいんですよ。ちょっと粗挽きの感じの肉のハンバーグなんですけどもね、もう肉汁がこう溢れ出てる感じ、シズル感っていうんですかね、たまらんハンバーグでしたね。で、あのソースね、ハンバーグにかかってるソース、多分特製のソースなんですけどもね、デミソースでもなければウスターソースでもないっていう感じのねソースなんですが、このソースもめっちゃ美味しかったですね。なんでね、まあ店の外観的にね、ちょっとね一元さんでは入りづらい雰囲気があるんですがね、ハンバーグこれとても美味しすぎたのでね、ぜひとも皆さん行ってみてください。ということでね、岡山県全駅グルメラリー城東駅編は以上になります。次回もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。